はい、どうも皆さんこんにちは、太陽歌です。今日も妖怪ウォッチ3寿司バージョン、前回の続きからやっていきたいなと思います。まあ、前回はね、巨人の手がかりを3つ、見つけて、でその後ね、 KK ブラザーズっていうね、あのコマ次郎とコマさんのね、USA バージョンみたいな、妖怪にあったんですけど、まあ、今回はね、引き続き、巨人の手がかりを探しに行きたいなと思います。とりあえずキュピーに触ってから行くか。よっと。で、下の方ですね。結構下なんだな。で、こっちか。よし。で、ここか。ん？よーし、みんな、準備はいいな。大きなガラガラ音と巨人の謎、俺たちで暴いてやろうぜ。うん。うん。もし、これを解決できたら、僕たち、明日からヒーローだよね。うわぁ、なんだかドキドキしてきた。じゃあ行くぞ、ゴーゴーゴー。行きますよ。太陽の歌くん、二人を追いかけましょう。てかさっきさ、ハテナマークのなんか、あ、これあれじゃない？長花。こいつはどうでもいいや。長花はね、ちょっとどうでもいいな。ん？なんかある？あ、謎の盾札。謎の盾札を見つけた。ポカポカ族、丸くて大きなものを抱えている。いつも環境のことを考えている。さっぱりわかんない。ん？なんかいるな。何こいつ。音漏らし、破れた。破れたいるじゃん。よし、行くぞ。百裂肉球。いや、怨念食らうね。よしよしよし、レベルアップ。で、こっち？お！うわぁ、なになに？瓦礫が急に動き出したよ。きっと、巨人が怒ったんだ。ママ、助けて。
二人とも行っちゃった。太陽の歌、今俺っちたち以外の妖怪の匂いがしたにゃ。どうやら瓦礫を動いたのは妖怪の仕業と見て間違いないんですね。太陽の歌くん、これから先注意して進んでいきましょう。いや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 、ちょっと待って、またこいつだ。よし、行くぞ。ペラペラメラメラ。ただこの怨念がやばいね。この怨念が結構食らうんだよね。ここ C ランクの扉か。あ、なんかある。ダンシングスター。お、なんかあるよ。超経験値玉。ここで上行かないとダメか。え、なんかめっちゃ動いてますけど。中経験値玉、いいね。ん、ここはいけない。ウィス？なんかスクラップが道を塞いじゃってます。困ったな。これじゃ先へ進めないよ。なるほど。そうだ、太陽の歌くん、近くにあるあれを使えば。あれって、ウィス、あの巨大なクレーンデュウィス、あれでスクラップをどかすんですよ。ブルーベリーベーグル、いや、いいね、ベーグル。え、これ使えんの？こんなの本当に動かせるのかな。何楽勝ですって、クレーンゲームみたいなもんですよ。ちゃっちゃと操作してさっさとスクラップを動かすだけですから。え、マジでやるの？ほう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 。なるほどね。やってみよう。クレーンゲームみたいな感じですかね。よし、やってみるか。いや、本当はね、免許が欲しいんですよ。なんだこいつ。うわー、なかなか厄介だなこいつ。お、先へ進めるようになったぞ。めちゃくちゃ動かせてるじゃん。嘘でしょ。やりましたね、太陽の歌くん。これで先へ進めますよ。なんかできちゃった。いや、天才かよ。しししお、邪魔だったスクラップがなくなってやがる。
なんか死んねえけど、ラッキー。てか、お前何やってんの？今のって確か、マックだよね。しかし、どうして彼がこんなところに？とにかく、あいつを追いかけてみるにゃん。なんであいつこんなとこにいんの？本当に。ん？お、なんかあるね。まずい漢方。これはありがたいね。これ絶対なんか出てくるでしょ。なんかいたの？ハーモリー、お友達、ダソックス。よし、行くぞ。カリカリモーニング。いや、いいね、必殺技。強いよ。光ってたんだよね。あ、銀のこけし、これはいいね。お、アイテム。錆びた指輪。ちょっと荒ぶってる、荒ぶってる。ちょっと待てよ。マイカー。なんじゃあれ。なんじゃあれ。よしよし、いいよ。回復させて。よし、いいぞ。いいね、いいね。いいよ、いいよ。ついでに仲間にはならないんかい。ならないんかい。お、マックいるね。お、いましたね。マックくんです。お宝どこかなと。もっと奥まで行ってみっか。いや、危ないよ。行きますよ。行きますよ。ちょ。ちょっとびっくりした今。よし、行くぞ。カリカリモーニング。いやね、カリカリベーコン結構強いからね。この火炎の術は結構強いし、必殺技もね、結構強いんですよね。よしよしよし、いいよ。あ、マイカーじゃん。いや、もちろん。いや、声高っ。マイカー。いや、声高すぎでしょ、ちょっと。びっくりしたわ。いや、わかんないよ。あれ、最強の妖怪かもしれないからね。実はね。あ、容器の粒。これ、あれじゃん。ドリームガシャで使えるやつじゃない？古びたコイン。なるほど。あ、キュピーがいるぞ。これキュピーがいるってことは、なんかね、強敵が待ち構えてる可能性大ですね、これは。はい。てなわけでね、
まあ、キュピーがね、まあ、行ったところです。まあ、ちょうどセーブもできたんで、まあ、一旦ね、この辺で区切りたいなと思います。まあ、次回はね、おそらくね、なんか強敵が出てきそうな気もするんですよね。なんかね。いやー、ちょっとね、用心して先に進みたいなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左下の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方が出てると思いますので、そちらの方をクリックしていただければ大変嬉しいです。それでは、またねー。